こんにちは、動作改善アカデミーの須永です。落合かなと、15歳、サイドハーフをやっています。今ちょっと悩みがあるってことで、ちょっとペナルティーエリアの近くでボールをもらっても、うん、ミドルシュートでゴールまで突きさせないっていうところが悩みで、打ってもキーパーにすぐ捉えちゃうんですよ。ワールドカップでもね、堂安選手が結構バチッと決めてたのがあると思うので、そんなシュートが打てるんだよ。そうですね。はい、と思います。早速やっていきましょう。おう、さっきのキックの、動画ちょっと確認しましたけども、ちょっと2点気になるところがありました。はい、まず1つがボールに対してちょっと重心が後ろに残りすぎてちゃって、ね、しまったかなというところが1つと、もう1つがどうしても強いシュートを打とうとするあまり、この太ももの力み、この膝の動きがちょっと強すぎたかなというところがあったんで、その2点をちょっと修正していきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。はい、はい、まず最初、じゃあ膝立ちになってください。足前に出しましょう。ここから足を前に出すだけ、まあ動きはこれだけです。ちょっとこっち向いてもらって、右足前に出して、肩掴んでもらって、このまま僕を押してください。ぐーっと、そう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 、これきついの分かる。これが要は体の重心が前に押し出すのにちょっとうまくいってない、重さがボールに伝わりにくい状態になっちゃってるから、この今のおかげか、この状態を、そうそうそう、力じゃなくてそのままギューッと体の重心を股関節で前に押し出すっていう、そのちょっと動き方をこれでちょっと見てみましょう。はい、ポイントが3つ。ちょっと前行ってみようか。この時に今どこがきつい？きつさはそんなにない。なんかどっかに力入ってる感じ？ここ太ももだね。これが要はさっきのキックの時の太ももの力み。膝がぐっと強くなって、要はこれが要は膝からぎゅっと前に出ちゃってる感じ。そうするとさっきの押し合いで負けたみたいに重心が前に進まなくなっちゃうから、まず1つ、骨盤の真ん中、仙骨っていうんだけど、ここね、ここからまず前に出るよってところ。ここからそうで、これ意識しすぎると今体が反ってるの分かる？これこれまたバランスが崩れちゃう。戻ろう。ここから前に出るだけ、そんなに目反らなくては大丈夫。このまま、そう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 、まずこれ一つ、バランス崩れるね。ここの仙骨から重心を前に出すよってところが一つね。はい、でもう一つ、ここの付け根からこれ、そうそうそう、そこのちょうど真下、ここが股関節から曲がるところで、そこにちょっと手当てちゃうから、そこから曲がっていく。まず曲がるところはそこだよっていうのをね、もう一回行こう。後ろから曲がる。はい、これ今どう？ここまあちょっときつい、まだちょっと。OK、で最後の一つで、今進んだこの動きを全部足で地面を踏む力に全部変えていきましょう。今要は全部ここで受け止めちゃってるからきついね。うん、この足の向きがずれちゃう。これ要注意。膝の向きとつま先の向きがすれ違っちゃってる状態だから、この状態だとまあそれこそ怪我につながるよ。膝痛みやすいし、それこそ足首あの粘着性がある人なんかこれでもすごい痛みやすい。股関節から足にしっかり地面に向けてギュッと踏めてればこのラインが揃うはずですね。だからこの股関節が曲がる角度と足首のここの曲がる角度が同じレベルで一緒に落ちていける、まあ、そこの角度に関してはあまり気にしなくていいから、この曲がった圧をこのまま僕が支えてるここに落としていくような感じ。ギューッと、そうそうそう、でほら今ちょっと曲がってきたね、こっち、そう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 。ちょっとじゃあ右足靴脱いでもらっていい？あ、穴開いてる。なんか、隠しながら行くここのこのかかとの骨ね、ねじれちゃってたりとか、ほら指もほらすごい緊張してこっちに曲がっちゃうね。うまく足の関節も動いてないことがあるから、そこちょっと動かしとくね。この足の骨をちょっとまず横にねじって動かしましょう。これね、痛くない？痛くないです。これとか、あそこ痛いよねこれ小指がギュッて反っちゃってる痛みだから、ここねちょっと硬い、これ、うん、小
指が縦に行くはずなんですけど、中にこう、靴のせいで行っちゃってる。これね、寝指って言ってね、お尻がうまく働いてない選手になりやすい。腰が硬かったり、だからあの靴履いて潰されてるだけじゃなかったりするんだよね、ここね。力が通ってないんだよね、ここにね。だからそうすると、ここが硬くなってくる、これね。これ、やもすると、あの疲労骨折を起こしたら気をつけてもいい。と、まず今度縦ね、縦。前か。こっち。大丈夫。と、合わせて、付け根。大丈夫。硬い。足元のここに落としてくる。そうこれだいぶさっきよりちょっと内側向かなくなった。そうかい。前。そうで、もうちょいいけると思う。ほら、もうちょいいける。ちょっとかかついちゃってこれだと今ちょっと前ももに乗ったってことでね、このかかとが浮いちゃうと、これがベタッと全部つけてる状態で曲がれてる方。そうこれさっきよりだいぶ深くなってきたでしょ。そうです、まだちょっと張る。これまだちょっとありますけど、まあ、だいぶさっきよりはいい感じ。バッチ。それでちょっとずつね、股関節が働き出そうとしてくれてるでしょ。この15年の歴史でずっとここ使ってたから、ちょっとね、頑張る癖がついちゃってるから、なかなかポンとは消えないけど、このままちょっと癖がついてくれば消えてくるから、もうちょい行こうか。はい、曲げて、そうはい、ちょっと押さえましょう。はい、下行けるとこまで行こう。そうはい、戻して。一回じゃあちょっとさっきの音チェックしよう。どう？さっきより押せない？さっきよりは、結構押されてる。そうその感じで、ちょっと力っちゃったから、またこれがずれてるから、ちょっと丁寧にまた合わせてみるか。そう、あの力入れるっていうよりは、体を前にこう綺麗に出せればそれでバッチ。もう一回前に丁寧に。そうそっちの方がいい。ほら強い、ほら浮いてきちゃった。そう、そのぐらい。まだちょっと体がね、無理ちょっと倒れちゃってる部分もあるけど、自分の重心が股関節で前に出て、そこで地面が踏めてる状態だったら、今みたいに綺麗に前に出れるよ。今の感じバッチリ。よし、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、キックの方ね、だいぶ本当に変わったと思います。で、特にやっぱりその重心が前に乗り切れない部分、あとはその膝下ね、太ももの力みが強かった部分を修正して蹴ってもらったんですけど、どうでしたか実際？最初のなんつうの、体を乗せた後のボールの伸びというかが、後半につれてどんどん良くなっていったので、いい企画だったと思います。ありがとうございます。お褒めいただきました。いやでも本当にあのいいインパクトもね出てて、いいキックだったと思いますんで、はい。今後もですね、こんな企画やっていきたいと思いますんで、こんなことやってほしいってことがあれば、ぜひコメントください。今日はこんな感じで終わりますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。